お盆休みについて。はい、トリガンチャンネル始めていきたいと思います。8月10日火曜日。はい、今日ね夜、常連のね、お客様とねお話ししてて、まあ、その方ちょっとね、会社の方で偉い方なんですけれども、まあその方とねお話ししてて、一般的なね企業、大手のね会社さんとかっていうのは、もう17日からね15日ぐらいまでね約1週間ぐらい休みなのかなと思ってたんですけれども、お話ね、聞いてみると、いやそんな休むわけないやんとまあ普通とかやったら13、14、15ぐらいじゃないとね。トヨタとかでもね今、売れまくってるからね休んどる場合じゃねえよと、いうねお話やって、あそうなんだと、意外と働いてるんだなと思ってですね、ね7日ぐらいから15日ぐらいまでね、お休みの方結構いらっしゃるのかなと思ってて、ね、コロナ以前のね超黄金週間ね、お盆超黄金週間再来なるかとね思ってたんですけれども、意外となんかね通常通りっぽいかなというね印象ですね、ここまで、7、8、9、10とね今日、4日目、7、8、9、10、4日目ねですけれども、あんまりねあの昼の人の流れもあんまり観光のね方はいらっしゃらない、目の前をね通る方はっていう意味ですけれどもね。でたまたまね前職のね関係者の方がですね、まあ、市場の関係者なんですけれども、お弁当をね買いに来てくださってお話聞いてると、まあ結構ね昼多いよと、まあお寿司屋さんなんですけどね、3回転ぐらいもう予約の時点で3回転ぐらいね、予約が入ってるとねおっしゃってたので、すごいなと、3回転してみてえなとまあうちの店でね3回転はまあ、ねもうないでしょうから、まあ羨ましい限りなんですけれどもね。まあ市場の方はね昼間でも、平日の昼間でもね結構あるみたいなんですよね。結構県外の方とかもね来られてるみたいなので、あやっぱり市場強いなという感じで、で今日はですね昼間、昨日はね本当に急なね雨風、まあお天気も悪かったですしね、3連休のね、最後ということでね、思いっきり大ごけしちゃいましたけれども、大量にね残っちゃいましたけれども、今日はね、18個作って、あもう早めにね完売しましたね。でその後も、ご来店くださって、まあ、お弁当がねあれば30個ぐらい売れたかなというようなね感じだったんで、あ今日は足らんかったかというような感じでね、ね昨日はのね大量に残ったし今日は足らんかったし、うんまあ、相変わらずね商売は難しいなと、ね思いながら、うん、まあでも売れてよかったなとね、思いましたという感じですね。今日もねちょっとあんまり3連休明けどうかなという感じだったんですけどね、意外と、ね好調やったんでよかったなという感じですね。はい、まあ、昼のね流れも、なんかお盆休みがねの方が多いのかなと思ったんですけど、そんなに、影響なく普通にね、お昼の流れもあったという感じでしたね。はい、で夜はですね、まあ、ちょっとゆっくりな感じでしたけれども、じわっとで結構ね皆さんがつりやってくださったので、でまあ夜もですね意外も、地域のね、まあ、地元の皆様中心だったので、あんまりそのね県外からのお客様という感じはしなかったですね、うん、一組ぐらいですかね、はい、というわけで意外とねまだ流れが来てないなということなので、まあ、週末かなという感じですね。やっぱ13、14が、山かなと、まあ、通常であればね13日が、海峡花火大会でね、1年で一番ね忙しい1日になるんですけれども、もうねあの花火大会は中止が確定してますし、残念ながら、まあ、あったとしても、11日から、1週間ぐらいかなずっと雨マークやったんで、なんやったら週末なんか大荒れで、西日本ね豪雨の時みたいなあのね
被害があるんじゃないかというようなね、あのニュースがやってましたけれども、結構ね集中して降るみたいなので、意外ともしかしたら、ね、超お盆超黄金週間とね銘打ってあるかなと思ってたんですけれどもね、もしかしたら雨にね流されて終了と、何事もなく終了というね可能性も出てきたなという感じですかね。ちょっとお昼の方はねもうちょっと終了かなと8月のね11、12から20日ぐらいまでかな、雨マークでしたけれども、まあ涼しいのでね、まあ過ごしやすいっちゃ過ごしやすいんですけどね、まあ気温下がるけどやっぱ湿度はね結構ありますので、まあジメッとはしますけどね。はい、まあそんな感じで、まあ昼夜合わせて今日は、白星まであと3本というところで終了という感じでしたね。はい、というわけでね、まあ意外と、お盆休みはなんか、週末だけな感じみたいですね、皆さん。まあ一週間ね休みの人も中にはいらっしゃるんでしょうけれどもね、まあそういう会社は羨ましいなと。まあね、ずっと個人事業主ね、まあ自営業やってる身からするとですね、一週間休んだらね支払いできんなっていうのがね実情なんで、まあそれだけね稼いで売上げをね作ってないと、そんだけねしっかり休めないからやっぱすごいなと思いますね。でもね、あの24時間働けますからね、リゲインスタイル、お弁当をね朝から来てね、夜は通常通りね12時まで、忙しければお客さんがねいらっしゃれば、12時までね営業してますので、まあそのねフルスペックで、やってますけれども、まあね、やっぱね余裕がないとねやっぱダメだなというのをね最近ちょっと痛感するね日々が続いております。まあとにかくね余裕がないとですね、もうちょっとしたことでねもういっぱいいっぱいになっちゃいますからね。まあ昔からね過去動画でもね余力、ね余力は大事だよっていうのをね、ゆとりイコールね余力、大事だよっていうようなね動画もね撮ってましたけれども、やっぱりね今のところずっと半年間ねもうきつきつやってますのでね、まあそれが続くとねやっぱちょっと疲弊もしてきますし、ちょっとね精神的にもね参ってきてしまうというかね、ちょっと疲れが出てきたりとか、いろんなね雑念や迷いがね出てきたりもしますので、まあ適度にね、余力ね余裕休みっていうのもね大事だなっていうのをね、痛感しております。でまあそのね余力っていうのはサボるとかね、まあそういう意味じゃなくてですね、まあ言ってみたら15年前ね27歳の時にトリマンね創業しましたけれども、まあ、その時はねもう普通の今よりもねない売り上げ作るのに、もう前の晩から泊まり込みでね仕込みしてから、それでギリギリ間に合ってたぐらいな感じなんですけど、もう今はねもう昼の、準備もしながら、で夜のね仕込みもしながらで、で前以上のね売り上げを作ってるわけなので、27歳とねまだ全盛期のね、まあ、全然若い頃で、今ね今年42で初老、まあいわゆる初老、後役のね初老ルーキーおじいちゃん、ですけれども、まあ、体力的にはね、まあ、絶対昔の方がね、いいんでしょうけれどもね、あるんでしょうけども、まあ今の方が昔より、上限が上がってますよね、あのキャパの上限というかね、ですので、まあその無理やりなんかねそういうなんか休むとかね、時間を作るというよりはですね、思いっきりわーっとねやって上げ切って、振り返ったら、ちょっと前よりね、こんだけゆとりができてますよと、これいうのが余裕というのかなという感じなので、わざわざキャパを下げて、売上金を下げてで余裕を作るとかいうんじゃなくて、維持しながらその中で、なんか生産性を上げたりとか、まあ、なんかなんですかね、仕組みを変えたりとかね、まあ、機械化するとか、まあ、あと従業員さんね、やってもらうとかね、まあ、そういうのでだんだんこうね、
容量よくというかですね、生産性を上げて、時間をね、余裕を作る、ゆとりを作るみたいな感じが一番理想なのかなと思うんですけれども、まあ、今のところはね、ちょっと、キツキツでやってるんでね、ちょっと、ね、キャパオーバーというかね、やりすぎな感じがしますので、もうちょっとね、正常に戻したいなと思う日々でございますけれども、もうちょっと頑張らなきゃいけんなというね、のはね、感じますね。まあ、年内、最低年内はね、なんとか乗り切らないといけないかなという感じですね。まあ、今からね、また徐々に、デルタ株ね、どんどん拡散してますけれども、ここ2日ぐらいね、東京2000人台ということで、あれ、もう終わったのかなっていうのはね、まあ、月曜日、火曜日としてはね、過去最高みたいな感じ、月曜日か、今日はちょっとちゃんと見てなかったですけれどもね、ですけれども、なんかね、もう5000人とかをね、1回見てみると、2000人台ってなるとね、あ、もう終わったのかなって思っちゃいますよね。まあ、季節性要因みたいな感じでね、去年も8月過ぎたらね、ちょっと落ち着いてみたいな感じだったので、まあ、そんな感じでちょっとね、また落ち着いてくるかもしれませんのでね、それかまたね、旧来のね、中国由来のね、コロナではなくね、インド由来のデルタ株とね、まあ、感染力が強いので、また違った展開になるかもしれませんから、まあ、どうなるかは全く先が読めないというのはね、まあ、みんな同じでしょうけれどもね、まあ、それでもね、先が見えないけれどもね、まあ、よくね、先のこと聞かれるんですけどね、もう今ね、またあとは予約とかでもですね、1ヶ月、2ヶ月先のね、予約がね、いただくとですね、まあ、嬉しいんですけど、生きてるかなとかね、店あるかなとかね、まあ、店あるんでしょうけどね、まあ、生きてるかなとかね、2ヶ月の先はどうなってるか分からんけどなと思いながらですね、ありがとうございますっていう感じなんですけど、まあ本当にね、本当このね、明日、明後日すらね、明日すら分からないし、もう昨日のことすら覚えてないような状況ですからね、まあそんな状況でね、やっておりますけれども、まあ日々ね、まあ一生懸命ね、生き抜くということだけはね、やってますので、なんとかね、生き抜いていきたいと思います。はい。はい、まあ、ちょっと意外だったのはね、お盆のお休みが意外と短いよと、思ったほどみんな休んでないんだなというのがね、ちょっと意外でしたという感じでしたね。まあ、あと、なんかね、もう梅雨に入ったんかっていうぐらいのね、えげつないほどの雨マークが1週間以上続いてましたので、もしかしたらお盆ね、超黄金週間ね、何事もなく終了する可能性もあるということなので、まあでも今のところね、まあ、コロナ以前のね、8月にしたら弱いかもしれないですけれども、まあコロナ禍のね、普通の平場だと考えればですね、トリマ売上移動平均線アベレージはね、高値圏を維持してますので、まあまあなんとか踏みとどまってるなという感じなので、まあ考え方次第かなという感じですね。はい、まあそんな感じです。ちょっとね、まだ、11日で1件ご予約いただいてるぐらいで、14日もか1件という感じなのでね、まあご予約全然入ってないので、ご予約の方もね、お待ちしております。0832321619まで、ご予約をお待ちしております。で、チャンネル登録数の方がね、一気に増えましたね、249とね、ベイチになりましたね、250まで。はい、ここをね、5に変えたいので、あとお一人ね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。で、グッドボタン、バットボタンはね、誰が押してるか分かりませんので、お気軽にね、押してみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。おります。